ございます。おはようございます。こんばんにちは。とりあえずね、まあ、有名人だと思うんですけど、自己紹介お願いします。湘南のプロサーファーしてる金丸と申します。皆さんよろしくお願いします。村田良です。お、簡単ですね、紹介が。まあ、レオ君はね、今着てる服のね、ソリッドの代表でもあり、もういろんな大活躍して、今回2人のコラボっていうことで、はい、ヒロト君がね、ちょっと体調不良ということで急遽ね、代わりに来てくれたっていうわけではないんですけど、代役務まるかどうかわかりませんが、ということですかね。いや、でも今回はカナオレオ君の YouTube でも嵐が出るってことで。そうですね、はい、ありがとうございます。どんな企画なんですか。僕の方では、やっぱ嵐君がね、ものすごいガツい車を乗ってるので、僕のプラドと合わせて、2人で合わせたらどうなっちゃうんだろうっていう、車を紹介してもらいたいっていうのもあるんですけど、やっぱり日本にまだ数少ないと思うんで。で、その宿泊先とかはまた別になるんですか。連動するんですか。連動はしなくて多分大丈夫です。あ、じゃあ嵐は嵐の企画で、カナオレオ君の、YouTube で出るってことで、ぜひ見てほしいですよね。そうっす、ぜひ、細々とやってるんで。細々と。でもね、これから結構週に2回ぐらい投稿するようになるんで。ちょっとガチめに行くんですか。ちょっとだけすりきって。それこそぜひ見てほしいですね。はい、そうですね。なんか僕もそうなんですけど、サーフィンだけじゃなくて、車のことだったり、今回島に来てるっていうのも、キャンプもソロキャンプを今回したりとか、料理やったりとか、ゴルフやったりとか、いろんなね、ジャンルのことやってるんで、よかったら見てってほしいです。いいですね。ゴルフもソロキャンプも今ブームですからね。そうですね。キャンプはね、2人は結構やってると思うんですけど。いや、僕は嵐ですね。僕だけです。1人いや、僕行きたいんですけど、それは連れて行ってもらえないです。それはさすがに。さすがに。親子で2人であの狭いテントって結構きついですよね。そうですね。それはきついかもしれない。ちょっときついですよね。いろんな意味できついかもしれない。はい。で、嵐村田の方では何やったんですか。サーフセッションと、今からレオ君の愛車紹介させていただきます。いや、それはまあ最高ですね。はい、第2回ですね。はい、そうだね。1回目ね、違う車でやらせてもらって、今回車変わったということで、また改めてやらせてもらいます。ね、超人気の車ですからね。はい、ぜひ見てください。あとあれですね、レオ君はファッションのね、あの会社の代表でもあるから、ファッションのこともちょっと聞いたりね、できたらね、はい、と思って。まあ、やっぱり僕の憧れの仕事ですからね。いやいや、もうなってますよ。いやいやいや、僕は本当にね、飲食店しかやったことなくて、憧れでできなかったことだから、なんか羨ましいですね。楽しくやらせてもらってます。いや、そうそうそう。まあ、あとはね、2人のチャンネルを見てもらうということで、ありがとうございました。ありがとうございます。